え、めっちゃ美味しそう。すごくね、すごく静かに行くんだけど、山下の牛丼さん、いい好きなお店さん、全部同時に、やっぱりでかい、美味しくいただいていきましょう。を作ってほしい。カシワを絶対食べてほしい。どうするか。
新宿三丁目店さ、2階もあってさ、今2階に入れさせていただいて、今3時過ぎなんやけど、3時過ぎでもうめちゃくちゃお客さん入ってはったから、すごいよね、やっぱこの時間にお客さん入るお店って、人気で美味しいお店って感じがすごい、美味しい、わ、人気で美味しいお店だよね、なんか。これ私、小腹が空いたとかでも来たいの。何かに理由をつけて食べに来たこの卵、本当にすごいんだけど、卵かけご飯とかのメニューになったからさ、それも絶対美味しいと思う。シンプルな感じ。めっちゃ好き。もうちょっとだけこの明太子を楽しみたい。いやー、この明太なんかもっと全国展開をしてさ、もっとこうみんなに言ってほしいよね。本当に美味しいんさ。まだ2回目なんやけどさ、ほんと美味しいわ。結構このお店の前を通ることが多くてさ、だいたいお昼の時とか通ると大抵並んでるし、夜とかも並んでるし、多少並んでても私は食べたいわ。メニューの数もすごく多いんだよね。前回のカルボカレーうどんみたいな、あれもすっごい美味しかったし、カレー美味しかったんよ。すいません、ありがとうございます。ごめんなさい。あー、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。やりたいな。ミッドニートも使ってると思う。すごくない？これここだけでちょっと優勝してますね。卵
食いで食べるのが好きな人はね、絶対これ卵と一緒に食べた方がいいと思う。この肉いや、牛肉かまたまうどんっていうのがある。ないのかな、これグッズとして売ってないのかな。私の好きな山下本気うどんさんコラボのコラボ七味、うん、これ本当に好きなんですけども、うん、結構辛みがちゃんと強めだった気がするんだよ、うん、わー美味しい。辛みと一緒に柚子とかの爽やかな感じが入ってて、わさびとかも入ってんだよ。明太ご飯にさ、バタートッピングしても絶対美味しかったね。本当はもともと牛肉のったご飯もあるんだけど、牛丼みたいな、それをセルフで作っちゃう。では、あげよう。これは絶対美味しいでしょ。この卵黄の粘度すごいよね。見た目から味が濃厚だね。あ、これは美味しすぎる。やばい、節約しないとお肉がなくなる。美味しすぎる。おうどん止まっちゃうのに酒食べちゃう。
ろんなタイミングがあるから、うん、いや、真っ白おすすめかまた自分でしょ。これがね、山下の弓道さんの名物の一つなんやけど、クリームが乗ったね、おうどんがあって、これがね、めちゃくちゃ美味しい。最初私はこれで、え、どうなんやろうって思っとったけど、前回いただいて感動したのマジで美味しい。あったね、これ。自分でもね、クリームチーズをベースにしたホイップクリームみたいな感じなんですね。多分見た目はなんかすごい変わり種っぽいんだけど、味がもう超一流に美味しい。調べられるから、もしお近くにね、お店があればぜひ遊びに行ってみてください。本気で美味しい。